どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回バナナフィッシュのこちら、はい、実写化配役発表です。うん、これ実写化されてないんですね。なんかね、舞台はやってるけど映画とかドラマはなってないってことですよね。まあ難しいよね、その外国人を使うのかどうなのかってことになるもんね。確かにね、そこは難しいですよね。うん、まあ、でもそこも自由ですよ。はい、うん、見てみたいですけどね、映画とかになったら。いやー、でもちょっとエロい映画になりそうだよね。そうなんかね。そうかしら、なんかエロそうな。いや、ハードボイルドじゃない。いや、でも、うん、濡れ場あるでしょ、絶対。まあ、濡れ場はね、うん、濡れ場なんか別に普通でしょ、映画で。じゃあ、怖い。え、濡れ場ばっかりになるよ。いや、そんなことないんですよ。じゃあ、いきます。はい、まずは、アッシュ。アッシュね、主人公ですから。はい、リンクス、ヤマネコ。これは俺かぶっちゃうと思う。まあ初めて俺もやっぱ今これ絶対かぶったと思う。言ったらまあこの人じゃない、この人になっちゃうよねっていう。これは 100% かぶったわ。あ、そうですか。うん、同時に出していいですよ。せーの、菅田将暉。ああ、全然かぶったね。横浜流星ね。横浜流星じゃない。いや、でも菅田将暉じゃ、横浜流星は、いや、分かりますけど、迷いましたけど俺も、うん、でもやっぱなんか菅田将暉のこう色気。あ、そう、うん、色気はやっぱ菅田将暉は真でしょ。ん、真、真、真、菅田将暉は真の感じでしょ。え、真ではないけどな。あ、そう、うん、俺も横浜流星以外考えられなかったけど。まあだからその顔のね、感じとかね、うん、はそうかもしれないけど、でもやっぱね、色気がやっぱ菅田将暉ですよね。いや、色気あったけどな、まんじゅう屋のドラマやってた時。まんじゅう屋のドラマって言ってた。なんだっけ、私たちはどうかしていくだけ、うん、そうか、うん、俺はまあ菅田将暉ですね、うん、まあまあまあ、どっちもいいとしましょう、うん、そうですね、はい。じゃあ次は、はい、奥田瑛二。奥田瑛二じゃん。そしたら奥田瑛二さん。奥田瑛二役、奥田瑛二やります。奥田瑛二になっちゃって、多分。じゃあ奥村瑛二。奥村瑛二ね。まあ、やっぱ守りたくなる感じっていうことですよね。はい。で、僕は、これですね。北村匠海。ああ、まあ、ね、なんかやっぱ母性本能くすぐる感じありますよね。猫になっちゃうもんね。いや、猫になっちゃうわけじゃない。君は猫になったんだって言ったです。そうです。はい。なんか合ってそう。人気出ますよ、菅田将暉と北村匠海が。あんなやったら濡れ場。濡れ場じゃなくて、あの感じね。あの雰囲気出したらもうちょっとなんかなよってる方がいいんだよな。なよってる、なよなよした感じ。うん、まあまあね、これだね。はい、ちょっとやっぱエイジも色気がちょっとないとダメだと思うよ。なんだかんだね、色気。いや、あんな子供子供言われてたのに、うん、まあでもそれやっぱ子孫循環。まあね、うん、なんか可愛らしい一面あって、なんかすぐ仲良くなれそうじゃん、子孫くんって。子孫くん。まあね、なんかでもちょっとあざとい感じするけどね、子孫くん。子孫くんは今いいよ、うん、いい役やってるよ。でもこの時点でもいいよ。じゃあ次は、マックスロボ。マックスロボね、狼王。ロボ、ロボもこうやっぱ基本しっかりしてるけどちょっとお茶目なところもあるっていうので、僕はこの竹野内豊。いや、ちょっと年行き過ぎでしょ、うん、いや思いましたけど。でも、まあ、竹野内だともう50ぐらいだよ。 そんな言ってるもん、多分言ってんじゃん。言ってるよね。47、8じゃないの。まだ50。そう、ロボも無理よ。いや、いいよ、それは年齢制限。ロボも老けてるかも。ロボ三兆だもん。大丈夫でしょ。だってその、いや、そもそもだから今までの2人も別に10代じゃないから、そこら辺の底上げで。日本人やっぱ同感だからね。竹の町だったらちょっと違うな。反町だったらまだ分かったけど、反町の方が分かんねえだろ。反町の方が分かりますよ。竹の町豊かはいいと思いますよ。お茶目な感じもね、出せるし、そうですか、ひょうひょうとしたのもできますし。じゃあ私はね、はい、こちら長濱慎さん。長濱慎さんって、まあ言ったら俳優と
モデルとかもやってちょっとね、はい、そのがっちりした感じの人で、まあ、35、6歳かな、うん、でなかなかこう豪快な感じの人なんですけど、あんましいですよ、ちょうどいいなと思って、ちょっと匂ってきました、ね、何かがちょうどいいな、長浜慎さん出るかな、いやどういうの、見たこと、これはもう何かしらの思惑が働いてないこのキャスティングはありえないと思いますけど、長浜慎さんにやってもらいたい、好きなんですよね僕、長浜慎さんが初めて聞いたしな、長浜慎さんが好きだっけな、はい、次ブランカ、ブランカね、これ難しいよ、ブランカはやっぱね、ある程度の雰囲気とこう、まあね、上品さもありつつね、うん、なんかただものではない雰囲気ということで、うん、僕はこちらですね、ディーン・フジオカ、あー、まあ、ちょっとね、うん、まあ、ちょっと線細いかなっていうのありますけど、うん、でもまあディーン・フジオカが髪伸ばしたら意外といいんじゃないかなって思います、もうちょっとワイルドな方がいいけどね、まあでもそろそろディーン・フジオカもね、ああいうワイルドな役やってもいいんじゃないかなって思うんですよね、うんうん、なんかちょっと線細いかな、うん、ちょっと違うな、そういうのありますけどね、ディーン・フジオカ、うん、じゃあ僕は誰ですか、ちょっともう俳優辞めちゃってるんですけど、うん、あの大口健吾くん、ちょっとやばいね大口健吾くん出しちゃうのはちょっとやばい、ね、大口くんいいと思うんだよね、共演させてもらいましたけど、そう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 、ね、合うなと思って、いややめちゃってんだよ、だから、 いやだから地元帰ってんだよ、連絡します、連絡します、鹿児島連絡します、大口くんに連絡します、いやバナナフィッシュ出てくる、バナナフィッシュ出てください大口くんがぴったりだと思うんだよね、なんかそのいやパッと来たんだよね、大口くんだなぁと思って、大口くん、いや、うん、今どんな感じかもわかんないですけど、うん、なんかあのワイルドな感じ、ワイルドでしたよ、大口くん、絶対大口くんだなぁと思って、もうなんならここから合わせちゃったからここから合わせちゃったって言ってるじゃんいやそのやっぱブランカ大口くんだろうなって、ブランカ出てきた時にあれ大口くんかなと思って、いや思わねえよ思わねえよ、そこまで一緒じゃないわ、大口くんだと思って、大口くんだって思わないはい、じゃあこちら最後、ゴールツネ、ゴールツネね、うん、悪いことですからね、はい、まあ、これもやっぱある程度の説得力が必要だなと思いますの です、ね、うん、まあボスですからね、まあまあ確かにボスみたいな感じですから、はい、僕は渡辺謙さん、あ、これはいいでしょう、うん、確かにちょっと暖色な感じもするもんね、渡辺謙さん、そこで見てないですから、ね、まあ、悪役もいけそうだしね、うん、貫禄はやっぱもう間違いないですから、うん、どうかな、渡辺謙さんいいでしょう、世界かっこよすぎる感じない、いや、まあかっこいいですけど、でもいいのよ、なんかもうちょっとこう、ちょっとね、まあいいけどね、渡辺謙でも、いや、いいけどねっていうあれじゃないですよ、いますよ、他にもっと適任が、うん、なんかこう、イタリアみたいな感じだよね、ノリ的にはね、まあイタリア人ですもんね、多分、うん、だからあの、関根勤さん、イタリア人、なんかそのなんかイタリア人、関根勤さん雰囲気あるなと思って、いやなんか関根勤さん別にあのスキンヘッドのイメージもないしさいやそんなこと言って渡辺謙だってないじゃん、いや渡辺謙はでもなんかあるね、もうでヒゲも生やしてるしな、いやでもそれはもうズラでやってもらうんです、関根さんも、関根さんは顔可愛すぎるじゃんこれつきやるその悪役やったらやダメでしょ、ああいうのが怖いよ、関根さんあれぐらいの、そういう怖さじゃないじゃん、ゴルツなんかベタベタでいいんだそのあれぐらいの怖さがいらないんだよ、関根さんだったら怖いだろうなと思って、いやどういう配役してんだよそれ、ほんと見たとき、ゴルツネ見たときに関根さんだなぁ、そんなわけない一人もいないよゴルツネ見て関根勤さんっぽいなって思う人なんて、そうですか、違ったかなぁ、ちょっと全くわかんないですよこれは、すいません、はい、勘違いしてました、勘違いというとどういうことですか、違ったわこれ、横浜流星、横浜流星、志尊淳くん、
長濱慎さん、大口健吾くん、関根勤も何それ、間違えました、すいません。何で間違えた、いや、実写版の、うん、あの特急じゃかなと思って変なことやってるじゃん何なの実写版特急じゃって特急じゃの配役、実写版特急じゃ、俺特急じゃ実写じゃん何言ってんの特急じゃ、特急じゃとかぶっちゃった、めちゃくちゃ変なことやってるじゃん特急じゃとかぶせちゃうの、うんうん、特急じゃ話も全然違うしどういうことなの、誰から始まってんのそれは特急じゃですか、いやすいません今回もう難しくて、あの横浜流星君だなと思ったんですよ、アッシュがね、はい、でブランカが江口洋介だなと思ったんですよ、いやそれでいいじゃん、で横浜流星江口洋介で共演してるのないかなと思って調べたんですけど、なかったんですよ、なくていいんですよ別に共演してる映画がなかったんですよ、独立してればいいですからそれは、だから泣く泣く江口洋介切りまして、江口洋介切っちゃうのそれで、横浜流星君で調べたんですけど、はい、なんか横浜流星君って意外といいのないのよいいのないで、よく見たら特急じゃに志尊淳君出てたからいけると思って、いやいや、いけてないから、いけてないんですよ、やっぱやめちゃった大口健吾くんがいいんだもん、ダメだ他は書いてなかったんですもん、誰もよく関根勤さん出てたんですよ、ね、まあ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 じゃないんですよ、誰も言ってないんですけどね、なんかの作品と被せてくださいっていうのは、横浜流星くんはでもだっぽいなと思ったんですよね、いまあいいと思いますよ、はい、確かにね、アクションもできるしね、はい、はい、というわけでね、映画関係者の皆さん、もしご覧になってたらこちらの方を参考にしてみてください、お願いします、はい、さあそれでは今日の一人でご覧ください、どうぞ。病院の裏口を出てすぐ右折、それから左折、そしてまた右折、どうやら北に向かっているな、潮の香り、海沿いのハイウェイか、いや違う、橋だ、橋を渡っている、ということは郊外に向かっている、ブロンクス、いやニュージャージーだ、やけにおとなしいね、リンクス君。なんでも、すごい IQ の持ち主だそうだが、人は見かけによらないね。あんたたちもとても FBI には見えないがな。ラルフ・ローレンのスーツ、カルバン・クラインのタイ、リーガルのストレートティック。らしすぎて笑っちまうよ。とか何とか言ってたら、全然道順わかんなくなっちゃった。運転手さん、元に戻ってもらっていいですか？いや、無理ですよ。どうも、ありがとうございました。君は、一人じゃない。僕がそばにいる、僕の魂はいつも君と共にある、さよならアメリカ、さよならニューヨーク、でも君にさよならは言わないよ、チャーリー。あ、俺への手紙じゃなかった、ガクー。どうもありがとうございました。